おはようございます。おはようございます。パートナーチャンネル、今日はクラブセッティング、紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは日向店長のセッティングからいきます。はい、じゃあ私の、クラブセッティング紹介していきます。まずドライバーからですね。ドライバーが一応、今の現行、唯一一番最新、はい、ローグ ST の MAXLS の9度です。でシャフトが、変えてまして、スピーダー NX の50の S です。あ、はい、いい感じですか。いい感じです。まあこれに変えてから方向性安定したんで、割と OB とかは出づらくなりました。何ヤードぐらいですか。アベ230ヤード吹き流しの横にいればゴルフはいいんです。はい、続いてフェアウェイですね。フェアウェイがこれゴルフ屋さんのスタッフが使ってるのはちょっと古いんですけど、はい、初代の X ホットですね。当時300ヤード飛ぶフェアウェイで話題になったクラブです。こちらはもうそうですね、かれこれ2013年発売のモデルなんですけど、もうずっとこれです。まあ私キャロウェイ好きなんで、キャロウェイの新しいモデル出るたびに、まあ使ったりはしてるんですけど、結果も戻るまあそれぐらいメイキかなと思います。結構入れてる方もまだ多いんじゃないかなと思います。でシャフトは私そんなパワーないんで、まんまノーマルシャフトです。X ホットの純正の S シャフトですね。こちらで使ってます。で続いて UT なんですけど、ここも実はまんま全部一緒です。はい、 X ホットの345、はい、はい、のユーティリティを全部使ってまして、でこっちが、ちょっと重量帯のある、まあオリジナルシャフトではあるんですけど、ツアイDの DI75S ハイブリッドとも4キャロウェイですね、の純正シャフトです。まあ、ちょっと、ユーティリティはまあ重量帯少しあった方がいいんで、重いシャフトにしてます。はい、続いてもうバラバラになる。続いてアイアンです。アイアンが、はい、ここに来てようやっとゴルフパートナーオリジナル、いや光ってる、あ光ってる、ネクスジェンの MG ホージュですね。かっこいいですね。はい、こちらが、どんぐらいですか、2016年ぐらい発売のモデルで、だいたい6、7年使ってるかなというような感じです。まあ、某有名ゴルフ製作所作成のあれ言っちゃダメなんでしたっけ、どうだっけまあ、打感も良くて、顔つきも上から見てもすっきり構えられるので、これはずっと愛用してますね。でシャフトはこちらもちょっと軽量の NS950 の S を使ってます。これ以上重くなると私触れなくなるんで、まあ、軽量入れてます。でウェッジです。最新作、最新作ネクスジェンフォージドウェッジのニューモデルですね。これの50度58度使ってます。まあだいたい100から、70ぐらいですかは50度で、それ以下はまあほぼ58度で使ってます。まあ、こちらね、前作もずっと使ってたんですけど、こちらかなり前作に比べても大型の安心感のあるヘッドに変わりまして、まあ、非常に感触いいです。この58度特にあのこのクラブに変えてから私チップイン4回ほど出してます。へー、いいクラブっすでシャフトはウェッジはまあ重量帯持ってた方が安定あるので、ダイナミックゴールドの S200 使ってます。あとはパター、パターですね、こだわりのパター、こだわりのパター、パイナップルですこれ秋冬はハロウィンになります11月だけじゃない11月だけはい、まあ、こちらも古いモデルなんですけど、メトロ X ミルドの、2番、まあ、オデッセイの2番なんで、タイトリストでいうニューポート2と同じ形ですね。
こちらもオデッセイの中ではフェース削り出しの、まあちょっと固めの打感になるんですかね。うーん、でシャフトが、まあ、ディアマナの P135 のフレックス 1.0、 まあ流行りのカーボンシャフトを入れてみました。やっぱスチールに比べると、まあ玉筋一転がりぐらいですか、やっぱり、シャフトがしなるっていう感覚なんですかね。まあその分伸びるなっていうようなイメージはあります。まあ入るか入らないかは別ですけどとパターもう一本紹介したのが、まあ同じシリーズ好きなんで、同じシリーズの2ボールも使ってます。へえ、まあコースによって使い分けるっていうわけじゃないですけど、パターは入らなくなったら変えてますで、あとバックとかもいく？そうですね、バックは、最近ここ1年ぐらいですか、マスターバニーのスタンドバック、まあ昔からスタンドバックが好きでスタンドバックずっと使ってるんですけど、まあお店で入荷したやつ買ってもらいましたで、あとはお守り、あ、これ数年前のお正月のノベリティです。へえ、お、まあ一応使ってで、使用のボールが最近はこちらですね、新しいギャロウェイのクロムソフト使ってます。まあやっぱりそのメーカーさんがしっかりこだわって作った、まあ一個一個の誤差が少ないっていうようななんですけど、まあ、前作に比べても非常にスピン等もかかりやすくなってますし、打感も柔らかい方が私好みなんでこっち使ってますけど、まあそうですね、今年はちょっとこれかなと思ってます。レントゲンで作ってるやつですよね。レントゲン取りながらのやつですね。あとは何すか、なんかなんかないですか、珍しいもんネームホルダーあ、これ某通販で買いました黒と金がね、ローグ新しく出たカラーリングでなんかちょっと好みがなったんで黒金で作ってもらいました。あ、この辺汚いんでいいです使い込んでますねと、まあこんなもんですかね。まあね、ゴルフ屋さんの店長なんですけど、最新モデル1個2個ぐらいで、大体こんなもんですでも新しいモデル出るたびに大体打っては見るんですけど、まああんまりもともとクラブ変える方じゃないんでっていう感じですかね。 X ホットが一番いいそう、 X ホット一番いいと、まあ私のクラブセット内容はこんな感じですかね。はい、多分今年1年もう変えるんじゃないかな以上です。ありがとうございます。